ベルク大学ブッパータールは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、ブッパータールにある公立の総合大学である。通称ブッパータール大学。1972年、それまでにブッパータール及びその周辺地区に、すでに設立されていた、いくつかの専門単科大学を統合した、総合専門大学という形で出発した。設立を主導したのは、ブッパータール出身で、 当時の NRW 州教育大臣であり、後に同州首相をさらにドイツ連邦共和国大統領を務めたヨハネスラウである。大学の学部構成においては、多彩な学際分野を連携させることにより、各専門分野に幅広い多様性を持たせることを目指している。このため研究と教育においては、いずれの分野においても、ドイツの大学ランキングにおいて高い評価を獲得している。 科学、建築、デザインについては特に評価が高く、これらの分野は、ドイツ大学ランキングの各分野において1位に挙げられたことがある。2014年冬学期現在、総学生数2万名、うち留学生は98カ国から1902名で、ある。大学の前身の一つであり、技術者養成機関であった、ブッパータール高等実業学校は1863年に、 創立された。同校はいくつかの実業学校と統合及び、解消を繰り返した後、1938年に工芸実業高等専門学校となった。これとは別に、1946年にブッパータール教育アカデミーが設立され、1962年に同校は教育大学に昇格。1965年にはラインラント教育大学の一組織となった。 また、1964年には、公立レムシャイト工学、電子工学技術学校が開校し、1969年に、ブッパータールに、キャンパスが新設されたが、これは、現在のブッパータール大学グリフレンベルクキャンパスとなっている。1971年にまず、これらのうち工業系の小学校を組織統合する、ことが、NRW 州において決定され、 さらに1972年に教育大学も含めることとなった。1974年にはこれらを完全統合して総合大学の設置を目指すこととなり、1983年に連邦教育省の認可を受け、ベルク大学、総合専門大学、ブッパータールとなった。2003年以降から現在の故障となる。2011年現在、ボロニプロセスの導入により、 新学生に基づく学士、修士課程が設置されている。また、工術の学域のうち A、B、C、G 学域において学術博士等の博士号を取得することが可能である。グレフリンベルクキャンパス前景従来の学部とは異なる学域の故障が用いられている。学域は伝統的なドイツの大学の学部よりも幅広い分野を包括しており、 以下の7学域が置かれ、それぞれの学域に学科が配置されている。ありがとうございます。